ました。次に池原参考人にお願いいたします。池原参考人、本日は貴重な機会をいただきましてありがとうございます。最初にお配りしてある資料について確認をさせていただきたいと存じます。資料1は本年11月9日付で日本弁護士連合会会長が発出いたしました精神保健福祉法改正案の見直しを求める声明でございます。資料2は日本精神神経学会の委員会が医療保護入院の市区町村長同意制度を中心に調査分析した報告でございます。資料3は精神医療審査会による医療保護入院の定期病状報告の審査の資料ですけれども、衆議院調査局厚生労働調査室が作成された先生方お持ちの調表紙の参考資料の276ページと同じ内容ですので、そちらをご覧いただきますと良いかと存じます。資料4は日本が批准しております市民的および政治的権利に関する国際規約、いわゆる B 規約、それから拷問等禁止条約、そして障害者権利条約などにつきまして、各条約の委員会から日本に対して出された勧告の中から精神保健福祉法に関するものをまとめたものでございます。そこでまず最初にご覧いただきたいのは資料4でございます。国連の障害者権利委員会は本年9月に日本に向けた総括所見で、強制入院は障害を理由とする差別的な自由の剥奪になるとして強制入院を廃止することを要請しております。この総括所見に法的拘束力はないからそれに従う必要がないというような考え方は国連の意義をないがしろにし、その機能を貶めるものでありまして、法の支配を基本的な価値とし、国際社会で名誉ある地位を確保することを目指す日本が取るべき考え方とは言えないと思います。また B 規約については非自発的入院の要件が極めて広範であると指摘をされています。強制入院を最小限にの期間にすべきことも求めています。拷問等禁止条約については医療保護入院の決定を民間の私立病院が行えること、そして長期入院が続いていることに懸念が示されています。日本の精神科病床数は OECD 諸国の 37% を占めていると言われまして、大量の入院者が多い、その約半分が医療保護入院を中心とした強制入院者です。調表紙 の資料の264ページ、私の方のお配りした資料でいきますと資料3になりますけれども、これをご覧いただきますと、医療保護入院者の約 63% が、すみません、調表紙の方でないとないですね、それ、63% が1年以上の長期入院者で、5年以上の入院者が 30% 以上もいらっしゃいます。他国に例を見ない長期で大量の入院者と強制入院を多用しているということについて、B 規約の委員会は、強制入院の要件が緩すぎる。ということ、それから必要最小限度を超えた入院を許しているということに原因があるというふうに見て改善を求めているわけです。拷問等禁止条約の委員会は大量の強制入院者と入院の長期化の要因として裁判所でも行政機関でもない民間の私立病院が医療保護入院を行えることに問題があると見て勧告をしています。そして障害者権利委員会は精神障害のある人だけを対象にする強制入院がそもそも差別的であるということを指摘しているわけです。自傷互いの危険性があっても一般の人は強制的に収容されませんし、内科や外科の患者さんを判断能力がないとして本人の意向に反してでも入院させてしまうという制度はないわけですから、障害者権利委員会の総括所見もその意図を私どもは真剣に受け止める必要があるというふうに考えます。これらの条約は批准によって国内法になっておりまして、法律より上位の法規範になっているということも忘れてはいけないと考えます。以上のように日本が批准している各条約は強制入院を少なくとも最小化すること、本来であればなくしていくことまで求めています。こうした大きな方向性から今回の精神保健福祉法改正を検討していくことが必要だと考えます。
そこで資料1の日本弁護士連合会の会長声明を見ていただきたいと思いますが、第一に医療保護入院の期間を限定しながらも何度でも更新できるという視点を問題にしております。問題は更新の判断が公正かつ厳格に行われるかどうかにかかっています。現行法では精神医療審査会が12ヶ月に一度各病院からの定期病状報告を審査して入院継続が不要であると判断すれば都道府県知事等が退院命令を出すことになっております。その手続きの流れは調べ用紙の資料の273ページをご覧いただくと分かりやすいと思います。しかしこの276ページの表から分かるように精神医療審査会が入院継続不要と判断した事例は毎年なんと 0% ということになっています。精神医療審査会は独立性に問題があるとされていますが、それでも病院とは別の機関です。その機関でさえも入院継続不要の判断をほぼしていないのにですね、改正法による入院期間の更新は患者さんを入院させている病院が自ら行うわけですから、ほぼ自動更新になってしまうということが予想されます。少なくとも更新回数を 1,2 回に限定するぐらいの工夫をしなければ強制入院の縮小化、長期入院の解消という効果は期待できないというふうに考えます。第2に、家族が医療保護入院の同意もしくは不同意の意思表示を行わない場合に市区町村長の同意で医療保護入院を行えることにしてしまう点にも問題があります。資料2をご覧いただきますと、市町村長が同意して医療保護入院をさせた患者さんについて本人への支援や主治医との連携、その他の担当者との連携を半年に1回以上はしたとする市町村は 1,2% にとどまっています。適切な入院判断ができていない、形式的で形骸化しているという市町村担当者の回答が多く見られます。精神医療審査会の委員からは市町村の担当者が入院後全然関わっていない、同意が形式化して無責任、制度そのものが形骸化しているなどが多かったとされています。市町村長同意の実態について十分な立法資料を集めずに家族の同意が得られない場合に市町村長同意で代用するという改正は形式的で形骸化した同意によって医療保護入院を拡大してしまい、入院をさせたまま放置して長期入院をさらに増やしていくという作用を果たすことになります。以上のような法改正の方向性は強制入院の縮小化の方向性に逆行するものです。第3は、虐待防止についてです。問題点の第1は、障害者虐待防止法では市町村が虐待通報の窓口になっているのに対して法改正案では都道府県だけが窓口になって市町村の役割が抜けている点です。市町村は身近で小回りの利く機関として障害者福祉の第一線を支えており、障害者虐待についても第一次的な役割を果たしています。法改正案が医療保護入院については市町村長に同意権限を拡張するということにしていながら、入院患者に対する虐待については市町村の権限を認めないというのは制度的矛盾というべきだと考えます。問題点の第2は、都道府県が等が指定する指定医に病院への立ち入りと診察の独自の権限を付与している点です。虐待の立件は虐待の法的構成要件に該当する事実の確認が必要になります。その認定作業は本来法的なものが司法的なものが典型的になりますが、行政機関の職員も法的素養を備えて同様の対応することが期待できます。しかし医師は司法的な事実認定について専門性を有する職種ではありません。ですからここで指定医に独自の権限を与えるのは見当違いであり、むしろ同僚審査の弊害を招く恐れがあると思います。医学的所見が必要であれば担当職員が医師を補助者とすれば足りるのであって、医師の所見は司法的行政的事実認定の一つの要素になるにとどまると理解すべきです。障害者権利委員会への次回の日本からの報告は2028年とされております。本年9月の総括所見の勧告について2028年までに
どれだけ誠実な努力をしたのかが問われることになります。現在の法改正案では残念ながら強制入院をなくしていくべきであるとする障害者権利委員会の要請には全く届きません。強制入院の要件を厳格化し、強制入院を必要最小限度のものに縮小し、長期入院もなくしていくべきだとする B 規約や拷問等禁止条約の委員会の要請にも応じることができていません。むしろ国連からの要請に逆行していると批判を受けることになってしまうでしょう。今回の法改正が小さな一歩であるとしても、それが向かっていく方向を誤ることがないように、市町村長同意の実態調査なども実施して、多くの国民の納得を得られる法改正を行っていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。以上で参考人の方々のご意見の開陳は終わりました。これより参考人に対する質疑を行います。質疑の申し出がありますので順次これを許します。川崎秀人君。